はい。お疲れ様でございます。イクイク選挙チャンネル、イクスちゃんです。ちょっとこのところを動画サボってしまいまして、一週間も空けてしまいました。だいぶ、そうですね。正解は動いてますね。はい。えー、というところでございますが、はい。えー、そうですね。自民党ネタですね。こちらからお話正解から、はい。お話しさせてください。さようなら自民党、 さよなら、石破内閣の第1回目ですね。はい。第1回目。ね。石、え、破、ー、内閣は、さなえアレルギーの産物なのかということで、えー、本日お送り、お送りさせていただきますと。おさあ、あの、た、高市さんが慣れなかったことで、ちょっとだいぶ失望私もしました。もう、あのね、 石破さんのね、顔なんかをもう見たくないんですよね。毎日毎日も、あのー、テレビ画面出てきて、あの話を聞いてるとね、もうイライラするんですよね。<laughs> 聞きたくないのですが、今はね、むしろ石破さんでよかったかなと思ってます。というところをですね、ちょっとお話をしてまいります。えーまあ、自民党の総裁ダビューはですね、結局、まあ最後の直線は、 えー、第4コーナー回ってからは石場高市の一騎打ちにな,なり、えー、最後はね、えー、どうなんだろうな首の桜井なのかなで、えー、石場さんが勝ったということなんですね。実はです、ね、私はです、ね、ちょっと自民党に期待がありましてもう第1回目から高市さんに行くっていうのとあとは、えー、小泉進次郎小泉進次郎ちょっとね 直前評判を徐々に評判を落としてましたが、小泉進次郎と石破で行くんじゃないかっていう、その2つを考えてたんですよね、馬券だったらその2つ買ってたんですが、はい、私はどちらにもね、えーまあ、1万円ずつかけた感覚ですね。だから、はい、2万円すりました。おそらくね、どっちもね、えーまあ、高市早苗がもう、第1回投票で当選というのはです、ね、確実に万馬券ですから。 ね、1万円かけてたらすごういうことになってたんですが、はい、残念でした。まあ、新次郎がね、石橋と新次郎っていうのはそうだな、何倍だろうな、5倍、5倍ぐらいだったのかな、はい。まあ、そしたらね、それが来てたら、まあ今5万円ぐらいですね、ちょっといい食事効果ぐらいですかね、そんなところでしたね。 それでは、まあ、石破総理がですね、まあ、衆院、こんなことを掲げたんですよね、ほ、まあ、他にもありますけど、ちょっと私、ちょっとざっと拾ったところでは、衆院解散は慎重にと、予算委員会開いて野党と討論してからと、それから日米安保の改定にもちょっと踏み込んだのと、これですね、アジア版 NATO、えー、アジア版 NATO って北大西洋条約機構が NATO だから、えーまあ、要はアジア、あ え北大西アジア条約機構、はい、そういうことなんですかね、それと日米地位協定見直し、えー、米あのアメリカに、まあ、本土じゃないみたいですね、グアムに自衛隊基地を設ける、防災省設立、東京・平壌に連絡事務所を設けて、えー、拉致被害者の、ねえー、奪還に,にまで言ってないのかな、連絡事務所を作ると言ってるだけで。 えー、拉致被害者の奪還まで踏み込んでなかった。ね。そえー、強い言い方はしてなかったですねと。追加利上げ、それから金融所得課税っていうところを匂わせたけど、まあ、あの、株価が下がったところ、それと評判が悪かったのを見て引っ込めてますが、これは、これは石破さんの本音ですね。それと消費増税もおそらく、うするでしょうと。あの、何せ、 えー、自民党と、それから野党第一党ね、二党ともですね、えー、消費増税派ですからね、えー、野党の幹事長に至っては25%消費税まで言ってますからね、えー、もうこれは確実ですね、年内ね。それと夫婦別姓とマイナーカードの運用についても言いました。はい、えー。踏み込みましたが、これがどうかというと、私はですね、 追加利上げ、金融所得課税、消費増税。ここだけしか石破さんはできないと思うんですね。他はですね、結局全部封印したでしょで、防災省の設立と、東京、東京ピョンヤンは、まあ、初心表面説では言えなかったのかなうーん、この辺がですね、ちょっと怪しい。ええ、あ、夫婦別姓もマイナーカードも引っ込めちゃいましたね。 で、これはね、追加利上げと金融所得課税、消費増税は、ね、はむしろ下げてますが、これは、えー、野党、ま、まあ、さっきも述べましたが、野党との調整もつき、これは住み込むと思います。あの、言わなかったからやらないとは言ってないみたいな、そういう言い方です。まあ、えー、約束を守る、うね、いろいろ、守る、守る、守ると言い,い、おっしゃいましたが、あのー、 そんなことは当たり前なことであって、今まで約束守ってなかったのっていうふうに聞こえませんかですので、私はこ、こ、あのー、増税です。はい。増税で、それから、えー、財政規律。ね。石破さん、持論ですからね、えー。絶対増税です。これぐらいしかできることないですね。と思っていたんですよ。ところが、あのー、長谷川幸宏さん コヨ、えー、さんのちょっとお話をちらっと聞いたところによると、東京平壌に連絡事務所というのは、何もこれは拉致被害者を奪還することが目的ではないと。えー、北朝鮮との国交回復の足がかりにするために、東京と平壌に事務所を置くんだということだと読まれてるんですよ。私はですね、これは怖いことで、 その足がかりにされる、要は北朝鮮との国交回復を成し遂げたのは自分なんだということを言いたいんだ。そのためにやってる。もしくはですね、巷で言われてる噂、えー、北朝鮮に何かを握られているということなんですね。ここだけですね、えー、所信表明演説で言わなかったにもかかわらず、えー、あの被害者、拉致被害者の遺族の方々に、 えー、理解を求めたということが伝わったんですね。えー、これがちょっと恐ろしいですよね。うーん、それとですね、えー、他はですね、特に日米安保を書いて、アジア版な a 日米地位協定見直しっていうのは、本当に、この人って本当に政治家なの、あの、安全保障のプロなのっていうところがおかしい。 誰が考えてもですね、アジア版 NATO なんかできるわけないし、NATO ってあれですよ、お仲間の国が攻められたら自分も一緒に参戦するっていうことですよ。日本の、ね、自衛隊できないですよね。まず安保改定しなきゃいけない。で、石破さんは安保なんか、絶対もう言ってるだけでやる意思は絶対にないと思う、うん。それからグアムに基地なんか何のために作るんですかって。えー、それと防災省の設立もまあ表明してましたが、これはですね、 えまあ、この二つは、まず、ガムに自衛隊って、そこに人員を割いちゃったら、もともとも自衛隊の人員少ないのに、そんなことをする、人員はいないし、予算どうする大体アメリカがいいって言うわけないでしょ何の意味があるんですかそこ行って何すんのって練習するだけって。じゃあ、時々行ってなんかね、行けばいいじゃないですか。そんなこと、基地まで作る必要ないですよね。それから、防災省はですね、これもですね、 自衛隊員を結局、削くっていうことができないから、新たに作ったところでそこに人員を削いてしまうと、また隊員が減りますね、足らないですよね。じゃあ、その足らない隊員どうするのっていうのは、まっ、まあ、全く考えてない、ただ、これもですね自分があーその賞を立てたんだっていうのを言いたいだけだと思うんですよね。まあ、あのー 菅さ,ん菅さんが子ども家庭庁でしたっけあれを作ったように、自分も一つ立てたと言いたい、ね、それだけですよね、えー。そんなもんですね、必要ない <laughs> と思います、今まで通り、えーえー、防衛省内、自衛隊内で、えーえー、こなしてきたんですからあー、そんなことをするよりも、そこに咲く人員を,を当てる、自衛隊員を増やすことが先ですよね。 全くあの防衛庁長官まで、えー、防衛大臣まで来たのはそこまでしといて、全くそのことに言及がないっていうのが、<laughs> まあやっぱ日本の歴代の防衛大臣のおダメなところだと私は思っております。ああそれからもう一回、アジア版 NATO に,について言わせていただければ、これ自由で開かれたインド太平洋っていうね、これ安倍さんに向こうを張っただけだと思いますよ。 あの、今まで、えー、まあ評論家ですよね。えー、後ろから鉄砲を撃つ、主流派になったことがないから、あの、政権の政策を後ろから批判してたことだけですからね。えー、えー、実現、本当に現実にするための苦労、汗をかいていないと。これはまた長谷川さんもおっしゃってました。えー、他の方も言ってますね。えー、本当に仕事をしたことがないから、後ろから好き勝手なことを言って、 えー、朝日新聞いや NHK やそういうところにこうおもれる発言、えー、野党とね、えー、同じようなことを言っていればあの、持ち上げてくれたから、向こうが喜んだから言っていただけで、じゃあ実際にそれを実現化するんだっていうことについての、おそういう考えがない、だから今回も総理になるというのに、まあ、これもね。 自分がまさかなると思ってなかったからでしょうね。えー、だから、まあ、ね、これ、並べてしまったんですね。はい。そんなところかな、まあ、これ、石破さんのことばっかり話したら、また石破さんについてはですね、また別に動画設けようと思いますが、まあ、あ今現状、こういうことで、えー、とにかくね、今はこの衆院解散を10月 7, え7日。 えーと来週月週明け、えー、に解散して、29日投開票ということですからね、えー、最速、最速の解散ということで、えー、全くもうそれまでの自分の言葉あの真珠論がすぐす、えー、解散するよということに対して批判するような言い方をしてましたが、<laughs> 結局自分が解散しちゃうのねと。はい つって46%でこれからどんどん下がりますよ。でこの総理を選んだ今自民党は頭を抱えてるんじゃないですかね。えー、これでは岸田で良かったんじゃないのと、はいえー、もしかしたら高市が良かったんじゃないのっていうようなことに、えーね、なってるんじゃないかと。ということで私はですね今回破総理になったことで、えー、起きているこの事象、はい、これが、あのー、想像ではなくて現実のものとなっていることが 大変、えー、いでここからが私はちょっと今まであの前半が長かったんですがここからが私言いたいことで自民党内にはまあ早苗アレルギーというのがあるんではないかと要はあのタカ派というかそのちょっと強く言う、えー、出ることに対してのアレルギー要はそんなこと言ったらあまああの中,中間ね 中、チャイナ、コリアからの批判、そうまくいかなくなる。ですから、アメリカに、米国に怒られる。というのが、要はあって、そんなこと言ったら先生たちに怒られちゃうじゃん。っていうのが、この生徒会たちの言ってることではないかと。あの、サナ会,会長にしちゃったら、あの、教師の評判も悪くなるし、あの、他校とのね、構想が、あの、そう、サナ番長にしちゃったらね、サナ番長は、もう、武闘派だから、 あ他校との折り合いがつかなくなると他校と戦争になるぞということでそれをこう気兼ねしたっていうのが私の考え見方ですはいでねこれはねえー、まあ金融緩和とかまあ,あの早苗さんはあの積極財政だから、えー、増、まあ、減税まで言わなかったけど増税はしないという言い方でしたよねそれと靖国神社何より参拝する でそういうことからもろもろから来る外交姿勢が、ねえー、これから強く出るだろうということと憲法改正があ岸田さんはただ言ってただけなのに本当にされてしまうんではないかという多分不安で、えー、こういうことをですね、まあ、あのいろいろその財務省の顔色を伺う,そうですねあのこの番長はですね財務省の顔色も伺わなきゃいけないですね。 えー、財務省のことや、それから、まあ、えー、対中対韓のね、えー、なんとか議連ね、日中友好議連とか、あの、韓国との議連もありますね。いや、その人たちの、要は、あまあ、利権ですよ。権益ですよ。それを保てなくなるということで、まあ、あの、実にね、お金の面から焦ってるということと、 やっぱり安国神社参拝ということが、あのー、一番、えーア、アレルギー、まあ安国アレルギーというのを、えー、言ってもいいかもしれませんが、こちらに私は原因があると。それが、あの、利権も絡まり、それと利権に、あの、ね、預かっていない議員先生たちも、このさなえアレルギーというところ、それから、 えー、というところからこう、早苗さんへの票があとね、一歩足りなかったんではないかと。まあ、一,あの一つにはね、えー、女性議員がの妬みっていうのもありましたよね。えー、野田さんとかね、えーまあ、名だたる女性議員がですよ。まあ、女性議員であの、早苗さんに投票したのは、 春子先生とお小野田公先生だけですからね、他はあは、のー、セクシーナイト先生とかね、皆さんみんなの石破さんに入れてますからねからその、その辺のなんかジェラシーっていうのもあったのかっていうのも、それはまあ置いといて、私はですね、この靖国参拝というところについて、少しね、えー、もう少しお話をしたいのですが、はい。 結局、靖国神社っていうのは何かというと、私のですよ、私の、まあ、私のですね、まあ、これ今まで何度も言ってますが、あの小学校の時のね、あの担任がですね、小学校4年、5年から、それから6年は担任ではなかったんですが、学年主任だった教師がですね、えー、5月のメーデーの時期には思いっきり、これね、赤い板書を巻いている、 先生だったんで、すねで授業の本編を潰して、ですね大体あの雑談はですね、えー、その人もね、あの戦争を,を体験していたので、まあ、あの東京で空襲に遭ったと言ってるんですよ、これも今となってはそれが本当なのか分からない作り話かもしれませんが、あのいかにね、えー、戦争が悲惨なものか、日本が暴発したのかということをですね、えー、本当にもう授業をよく潰していました。 ねえー、まあ、あの、要は、その時の教育を、こう、をね、受けた私はですね、えー、ヒトラーと東条英機がイコールぐらいだったんですよ。そういうね、印象操作というか、そういう教育をされてきたんですね。でおそらくですね、私の年代というか、まあ、戦後の教育っていうのはずっとそういうことだと思うんですよね。日本が侵略したから、 ああ、いけないんだと。その侵略した国は罰せられて当たり前ということなんですね。で、東京裁判で裁かれましたよと。東京裁判っていうとさも楽しいように言うけれども、あの、感じますが、これはですね、連合国が、あ,あの、まあ、戦勝国が敗戦国を裁いたということなんですよね。えー、簡単に言うとそういうことでしょう。だから、戦国時代と何も変わらなくて、戦いに負けたら、 生、あのーね、につながれて、結局は斬首される、首を切,ら切り落とされるっていうやってることと、その300年、400年前と何にも変わらない、それはついこの間のイラクのね、えー、イラク戦争でもそうですよね、えー、実際にはそんな化学兵器、核兵器なんか持ってなかったのに。 えー、フセイン大統領があ裁かれてしまった、それやってることはアメリカのやってることはずっと変わらないということなんですよ、そこでもすでに証明されてますよね、何もなかったと。えーまあ、そのばあの,時のね、アメリカの片棒を担いだのが一番に手を挙げたのが、あの小泉総理でしたけどね、あのパパ小泉ね。でも私も本当に日本は悪いんだと思っていたんですが、よくよく、うまあ、これは。 あのー、この戦争の先の対戦の話をこう勉強、調べていくと、本当に奥が深くて、えー、ここで簡単に言うことはできませんが、あの靖国に、えー、合使されている戦犯は戦争犯罪人だと、でその戦争犯罪人の祀られている神社に行くことはならんっていう、そういうことがですね、えーまあ、中曽根内閣から始まったんですよね。 それまでは中国も言っっていなかった。ところが中曽根内閣中曽根さんがですね、えー、なんだかあの空気を読んでしまってですね、えー、中国をね、えー、おもんばかって参拝をやめたんですよねでそれに倣って竹下さんもやめてそっからもう朝日新聞や右の人たちがわーわー騒いでからかれこれ何50年ですよでえー、まあ いい悪いは別として、日本って、要は亡くなってしまった方は、要は、つうのかな、あの、たたり神にならないように祀るっていうのは、もともとありましたよね。あのーな、何菅原道真ええ、道真とか、道真公ね。えー、それから平の正門。ね。そういう方々、あと、 あの即天皇かあ、そのたたり神になってしまうから、こうねでもま、祭る、えー、そういう怨念っていうのかな、そういうものをこう日本独特の宗教観というか、があって、えー、ちょっとそれに近いことが、やっぱり東京裁判のその永久戦犯、あのまあ、あの ちょっとこれあれは私の質問です、A 級 B 級のちょっと定義が、ね、いろいろあって、A が悪くて B はそれほど悪くないみたいな、そうではないですからね、種類が違いますからね。まあ、それはまた今度お話しいたしますが、あの亡くなった方々を傷むというかあ、沈めるという意味であの、日本の宗教、そういう宗教観があるんですよね。これはですねえー まあ西洋文明にも全然ないし、キリスト教イスラムの考え方にもないし、えー、韓国、のチャイナ、コリアにもね、全くこれはわからないと思うんですよね。という独特の宗教観がある。それと、東條さんとヒトラーは全く違うということをですね、あのそこからちょっとまあ少し調べればわかることなんですよね。えー、確かに日本も、 戦争を中国で拡大してしまった、それはなぜかというところで、別に私は日本が悪くないとは言いません。えー、日本で悪いところもありました。だけど、ちょっとそうじゃない部分もあったんじゃないか、いろんな事件がある、それを,それを全部、えー、当時のですね、えー、ことがですね、いろんなチャイナでのありましたよね、炉公橋事件、友情湖事件、南京事件ともう一個、停止。 まあ、これ言うと、<laughs> バンされちゃうんですが、T ですね。T、T 集事件とかね。226事件に515事件で。この頃の話というのを少したぐっていかないと、あのー、なかなかことの本質にはたどり着けないのですが、そんな単純な、あのー、日本のその東條秀樹か、東京裁判で、 ね、今、池袋のですよ、スガムプリズムで公ねに処せられた人たちのことを語ることはできないわけですよ。だから、あそこに行って、えー、さっきの,その戦争を指導した人,人たちをに参拝するってことは、もう一回戦争をするんだというふうに、えー、見られている。それを気にしている日本人ですよ。また忖度しているんですよ。その忖度した人た人ちが あの要は石破表に流れていったというのは私の考え方なんですね、もちろん、もちろん利権はありますよ、利権はあるけれども、そういうことが根本的にある。で、何よりの証拠が、えー、この選挙期間中ですね、岸田総理、あの前総理がですね、あの岸田さんがですね、高市さんを称して4文字、4文字の伏せ字で、 〇〇〇、〇〇〇女と言ったんですよ、4文字。四文字で。で、それがですね、それが何かということがちょっと最近分かりまして、えー、私はですねあの、クレイジーの意味かと思ったんですよ。そしたらもうちょっと具体的でありまして、えー、アリバンって言ったんですね。要は原理主義って言ったんですよ。 そういう岸田さんの理解なんですよ。岸田さんっていうのは高市さんの見方というのは、その原理主義なんですよ。日本神道原理主義っていうのかな。そういう捉え方をしてるのか、過激思想だって言ってるんですよ。いや、過激でしょうか過激なのはあな、LGBT を通したり、えー、ね、あの、ウクライナになんかこれから14兆もつぎ込む。 超単位の金をつぎ,ぎ込むことを約束してきたあなたの方が過激であって、えー、私はですね、高市さんは極めて保守的トラディショナルだと思うんですよね。そういうことをこう国民自体がその理解、靖国に対する理解、つまりあの先の対戦に対する理解をもうちょっと深めていかないと、マスコミに踊らされて、高市早苗は危険なんだと。 いう、こう、レッテル貼り、印象操作にあってしまうとお思ってるんですね。だから、やっぱりこう、今回の選挙、石破さんをこう選んでしまったのは、あの、まあ、自民党員、えー、議員の先生方、あ党員はね、あ党員はそうじゃなかったですね。えー、議員先生がそういうふうにしてしまったのは、その石破チョイスをしたというのは、その議員をあの出している我々の、やっぱりその見方というのが、 あもっと根本にあるなということですね。で、えー、自民党って、えー、最近はもうかなりリベラルによっていて、えー、まあ、石破政権なんて、えーまあ、立憲民主と何も変わんないですよ穏健な。穏健な保守とかいう野田さんと何も変わんないですよ。<laughs> 野田さんも何言ってるんですかね、超リベラルなくせにね。えー 全く意味が分かりませんが、言葉遊びにしか過ぎないと思っていますが、これを天秤にかけたんですよね。自民党の先生方は。で、それでリベラルを取ったんですよ。リベラルを取ったんですよね。だから、あの、リベラルを、に多く支持されている石破さんを取ったということなんですよね。ところがですね、これはね、リベラルっていうのは、声が大きい、えー、だけで、 実はですね、自民党の支持者というのは岩盤保守の方が強いんではないのということなんですよね、えー。だから私は高市さんを選んでいた方が、あの今ほどの支持率の落ち込みはなかったとあかもしれない、なかったのかな、もしあったとしても言葉に一貫性があるから、これからの 政策もぶれないです、見ましたが、石破さんはぶれまくってますよね。えー、世論やあ、それからね、周りの先生方あー、特に森山幹事長の言いなりになっていると。で、ねえー、これ、今回の選挙ですね、あの石破さんで、ね、もうリベラルの票を立憲にね、あのまあ、 あの無党派層の中で、ややリベラル,ルな層を取れば勝てるでしょうっていうふうに踏んでいた選挙ですよ。それが、あの、実際どうなるか、えー。今、あの、言われているのは、30議席から40議席、まあ、公明党と合わせて、えー、与党票は、与党の議席は減るだろうと言われてるんですね。だから、そうですね、私は50ぐらい減らしてですね、えー、国民民主とか、 日本保守党が大幅に勝つ、日本保守党がですね5議席以上、国政政党として、えーなるえー、得られ、えー、必要な5議席を確保するということが起こるのではないか、起こして起こそうと思います。私も選挙区にそれだけ立たせてもらうなら、東京ブロックで、えー、5人以上立つんならあー、もう日本保守党に入れます。で私はあの <laughs> えー、個人にはですね、えーえー、まあ、維新は嫌いなので、まあ、国民民主が今回は立つそうなので、国民民主に入れます。あのとにかく、自民、それと、えー、立憲、えー、公明、ここは、あの、入れたら皆さん、絶対増税しますよ。間違いなく消費増税。えー、来年ですね、5%割、えー、る、あのー、 もしくは最低でも13%までいきます、ね。でも13っていうのが縁起悪いみたいな話になって、10 15からどうなんだろうか、ね。日本人的に言ったら13って何のことはないですけどね、えー。いい、悪くもない、別にいい数字だと思いますけどね。まあ、13から15になると思いますよ。だから本当に次の選挙を考えないとあの、お友達にもですね、えー、それからご家族にでもですね、もう15になるよと。 もうこれ、この一本だけでちょっと説得してください。ね。えー、特に、次の衆院選はもう面倒だからとか、あのー、人に言われたからなんとかとこではなくて、えー、その3党、与党、与党ね、えー、上からですよね、そうするとね、与党のね、自民党、自公とね、自民党、公明党、それから立憲民主、ね、実験立憲民主の幹事長は25%って言ってますからね、ゆくゆくは25%にしようとしてますよ、このまんま。 あ立憲が野党第一党、与党が変わらずにいたら、このまんまいったらもう15になり、20になりっていう、そういうルートですよ。どうするんですか、そんな人たちに政権、えー、議席与えて。はい、お願いですから、皆さん、あのー、第3局、ね、いきましょう、はいえー。いいですか。自民党、公明党。 立憲、これはだめ、それ以外でいきましょう、もう、もうそれ以外、もうそれ以外ならどこでもいいんじゃないかあな,いかな、はい、もう令和でもね、減税するって言ってますから、そこでもいいぐらいですね、えー、もうそこまで妥協する妥協します、うんまあ、私はですね、まあ、国民民主か、日本保守党か、まあ、そこなければ、まあ、私は嫌いですけど、まあ、維新でも仕方ない、えー、令和でも仕方ない、えーまあ、社民にはもういいですね、いらないですね。はい ということでございまして、最高裁のね、えー、裁判官審査も、はいえー、私は罷免を求めてまいりますということで、皆さん、はいえー、ちょっと1週間も間が空いてしまいましたが、今回も動画、最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい。次の選挙、楽しみですね。それではさようなら。さようなら。